俺は獣の相手だ。奴を引きつけて。無理だ。反撃の手立てが何もなければな。あるのか。ここにいる新兵と私の命を捧げればな。俺はこのまま地下室に行きたい。そして今、手を伸ばせば届くところに答えがある。お前はよく戦った。夢を諦めて死んでくれ。新兵たちを地獄に導け。突撃！もうちょっと何かあると思ったんだけどな。来るぞ！動け！総員による騎馬突撃を。目標、獣の巨人に仕掛ける。俺だけ立体機動で獣に接近しろと。獣の周りは更地だぞ。巨人を伝って忍び寄り、獣の巨人を奇襲しよう。俺たちは今から死ぬんですか？意味なんかないですよね。全くその通りだ。岩で体を砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。思うことができるのは聖者である我々だ。英雄を戦え。団長が振り返るな。進め。みんなを誇り高き肉片にしてあげようぜ。来る。父は今頃何を。あいつはまだ寝てるか。待て。そんなに叫んで何の意味があるってんだよ。なんだ、俺の巨人が倒れて。どうしよう。さっきは随分と楽しそうだったな。もっと楽しんでくれよ。そうだったよな。こいつはまだ殺せない。誰か生きてる奴はいねえのか。そいつにこいつを食わせて獣の巨人の力を奪う。おい、どこに行く。止まれ。いてえ。やりやがったな、リヴァイ。いてえよ。待てよ。俺はあいつに誓ったんだ。